はご来場ありがとうございます。私はちょっとオリジナル曲ばっかりを演奏しようと思っているんですけれども、前の2組 の、 あのアーティストさんがですね、とてもあのいい雰囲気を作っていただいてたんですけど、私の曲がですね、あの結構悲しい、なんか悲しい恋愛の曲が多くてですね、あのその雰囲気をあの壊さないかなっていう感じなんですけれども、ちょっとあの切な系なの。そうです。はい、ありがとうございます。あのちょっとあの楽しんでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。では1曲目、ギルティという曲です。
ですね、今日は、こちらのライブイベントに呼んでいただきありがとうございます。ですね、こちらのウーリーさんはですね、1年くらい前にクッキングライブ出させていただいて、1年ぶりぐらいに出演させていただいております。何話すか忘れちゃった。そう、このなんかお客さんがすごいたくさんいらっしゃって、こっちみんな見てるっていう雰囲気でライブをやるっていうのがあんまりないので、結構緊張します、ここっていう。緊張しないで緊張します。サッカーゲースいっぱいいてる。あれはなんか雰囲気違うじゃないですか。全然違う。違うってなってるし。まあまあ、それは置いといて、次の曲を終わりたいと思います。タイトル、ロミオとジュリエットっていう曲名をつけた曲なんですけれど、これは、一言で言うと失恋の曲になります。聴いてください。ロミオとジュリエット。Thank you.
ンちゃんで失恋ソングが待っております。はい、さっきのも失恋ソングなんですけど、どっちかっていうとこっちの方が自分の中で重いんじゃないかなと思っていて、ちょっと雰囲気も違う失恋ソングです。どんだけ失恋するんだよって話なんですけど、はい、はい、そんな感じで、タイトルラストスマイルということです。聴いてください。誰も喋ってないっていう。
ありがたいです。ありがとうございます。あの、はい、あの、なんていうのかな、切ないとか悲しいとか暗いとかそういう系の曲が多いんですけど、実はそれ。え、今のですか？フィクション。ノンコメントよ。突っ込んだよ。ですね。次の曲はですね、これは一番最近作った曲なんですけれども、これはタイトルが友達っていう曲なんですけれども、最近自分が考えていたことで、あのこれもちょっと恋愛絡みの曲なんですけど、なんていうのかな、お若い方も多いかもしれないんですけど、なんていうのかな、こう恋愛っていうのは私はあのいずれ終わりが来るものだって思ってて、あの、まあ、それだったら好きな人がいたとしていつか終わりが来るものだったらずっとなんていうのかな、友達でいた方がずっと一緒にいられるんじゃないかなって考えたことがあって、それを曲にしてみました。聞いてください、友達。
最後の曲になります。似合ってまっかな。あ、ありがとうございます。はい、なんかちょっと言わせた感が主張すると言わせた感がある気がします。その前に一つというかライブ告知だけ軽くさせていただきます。今月はもう今日が、最後のライブでして、6月はですね、6月10日、土曜日夜東区コットンキャンディーさんでライブします。そして次が6月25日日曜日お昼に、秋田東海通り店さんでライブします。そして6月30日、金曜日夜ですね、なんだっけ、あ、そうそう、パラダイスカフェ21さん、今池の方にあるパラダイスカフェ21さんでライブをしますので、よろしければ見に行くよ。見に行くよ。ありがとうございます。時間は、時間、あ、どうしようかな、時間はですね、あ、決まってるのがほとんどなんですけど、6月10日が7時半スタートで、6月25日の、アビタのライブはですね、時間はちょっと未定でして、6月30日金曜日のライブは7時ぐらいからだった気がするんですけど、出演時はちょっとわからないです。すいません。よろしくお願いいたします。ということで、次で最後の曲です。ビヨネストという曲です。これだけはちょっと自分の中に明るい曲かなと思う曲を最後に持ってきました。聴いてください。ビヨネスト。Oh,
ありがとうございます。